はい。あ、やっぱり、見た写真で、たけるくんですよね。はい。たけるくん、ほら、マッチングアプリ、ポンダーの。ね、あたし、のじこ。のじこ。いや。ね、よろしく、今日はね。いや、人違いだと思います。うん、人違いじゃないよ、のじこ、のじこ。ほら、やりとりしてたじゃない、やりとりしてたでしょ。いそうだよ。ほら、行こうよ、早く。もう時間ないから。どこ行く、どこ行く、どこ行く。ちょっと待ってください。何、何、何、のじこちゃんですか。そうそうそう、のじこ。あ、写真は何ですか。うん。写真か、私、写真、私。いや、違いますよ。なんで全然違うじゃないですか。でも今日あれですよね、行けたら行くみたいな感じでしたよね。うん、うん、メッセージでは。え、そんなだったっけ。いや、もう全然集合して一回、もうね、遊ぼうみたいな。もうそうじゃない、だって出会い系なんてそういうもんじゃない。何、行こう、早く行く、どこ行く、どこ行く、どこ行く。いや、マジ触らないでください。なんで。あー、俺塾だ。塾じゃない、塾じゃない、だって学生じゃないじゃない。塾だ。26でしょ。でも私は24 年上だけど、まあ、グイグイ行っちゃうよって感じのノリやってる。他の僕以外の人に会ったことあります、あのマッチングアプリで。あー、そうねー、まあ、4、5人ぐらいかな。うん、あるよ。あ、あるんですか。うん、え、その人たちと待ち合わせして、うん、全員とデート行けました。あー、まあ、9割失敗。行けないっすよね。ですよね。うん、そうね、一番最初の怖くて結構ひどかった。なんて言われたんですか、じゃあ。あの、化け物もねって言われた。まあ、殴られて終わり。本当にごめんなさい。また後日だったら本当にまたアプリのメッセージでやり取りして、本当に申し訳ないんですけど、なんか母親二人亡くなっちゃって。急だね。母親二人と、うん、飼ってる亀4匹と4匹うさぎのうんち掃除しなきゃいけないのと、あー、それはまあ、あと妹の迎え保育園に6人いるんですけど行かなきゃいけないっていうの入って、で急に行き別れた兄貴2人から LINE で植え入れしようってきたんで。分かったー。また必ず連絡します。うん、じゃあ人から行ってきまーす。はい、行ってらっしゃい。はい、じゃあね、たけるくん、バイバイ。ちょっとそんなにバケモンじゃねえ。バックスか。また失敗しちゃったー。あー、れれれれ、やっぱりそうだ。みちるくんでしょ、あたし。見ねえか、見ねえか。ほら、ほら、ねえ、そうだよね。なに、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 ですか、さっきから。あ、だから、みちるくん、ほら、ツッポロで出会った。え、知らないっすよ。なんで、なんで。違うっすよ、みちるじゃないっすよ、僕。え、みちるじゃないの。はい。あれ、でも写真一緒よ、違う。急にどうしちゃったの。え、補聴器が。ちょ、補聴器。あ、聞こえないのね。しゃ、あー、なに、なに、それはなに。あ、ね、誰、シュミテクが。シュミテクって誰。シュミテクって誰。マジ、どうした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 、シュミテク死んだ。シュミテクって誰。シュミテク誰。飼ってるパンダ。飼ってパンダ飼ってんのすごいじゃない。あ、ちょっと近い、さっきから何やったら怖い。やっぱり怖い、あなた。シュミテク殺したんか。殺してない、殺してない、私じゃない。シュミテク殺したんか。私じゃない。なあ、シュミテク殺したんか。私じゃない。おい、あら、やっぱりそうだ、リョウマくんだよね、リョウマくん。私、ミカ。ほら、この顔ね、出会い系アプリの出会ったじゃない、メッセージしたじゃない、昨日ね、リョウマくんだ。ほら、やっぱりリョウマくんだ、かっこいい。全然、なに、どうしよう、50円、どうし2分のアンパン買ってこいじゃん。アンパン、分かった、かっこいい人ならもう全然行く。なるべく俺と、うん、知らない人の手で帰ってきて。うん、はい、はい、はい、サンキュー。楽しい、そんな人生。まあでも、かっこいい人と過ごす
ごい喋れてるからすごい今日はなんか嬉しい。別に俺気持ちないよお前に。最初からブスって知ってたし、で何来たら来たでそんな服装だし、うん、肌ズタボロでデートいきなり来て、うん、ジュース買いに行かされて、うん、どうも思わないのお前自分の人生。でも私すごい寂しい人生送ってきたからすごい楽しい。あこれね、はい、あ拾えって、あこれどうして欲しいだろこの、あこれ何買ってくる。あいやいやあげるよあげる、はい、うん、いやいや、まあ、整形してきなよ。じゃあこれ待っててあげるから、お前胸毛見せながらさ、うん、なんかいやらしいダンスしてるまあじゃあ最後あげるよお金、うん、まあお金ってすごい大事じゃん、うん、もうお金だけじゃないけどさ、うん、これでとりあえず頑張ってや、うん、すごい、うん、ありがとう。なんか自信つけるために頑張るから。はいはいはい、じゃあナブス、ありがとう。リョーマくん胸毛ダンスすればいいんだよね。あれー、あ、やっぱり、あ、はい、なんでしょう。草野くん、はい、はい、草野くん、はい、リア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 、あ、リア氏、リア氏ですね。あお綺麗な方ですね。ちょっと待ってね、予定と違うかな。は、はい、みのりもすごい、全然写真と違うじゃん。はい、ねえ、あ、それはあの、あのですね、あの、僕らのすみません、ツイッターでも使わせていただいてます。はい、あの、プロフィール画像というのが送る、ありまして、あの、ネットから引っ張ってきました。あ、そうなんだ。はい、はい、はい、ネットの、あの、ツイッター名は、リュウキチガイヤ。はい、リュウキチガイヤ、はい、かっこいいんだね。すみません、あ、あ、でも、あの、リアシ、リアシ、すごいお綺麗で。そう、ありがとう、ありがとう。僕、女子と、女子と、こと、トークするのがすごく苦手で。苦手なんだ。ね、あの、遅れて遅れて、遅れて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 。あ、そうそうそう、失礼いたしました。リュクシガイヤ収まれ、リュクシガイヤ収まれ。どっか行きたいとことかあるの？あ、僕ですか、うん、ちょっと秋葉原の方に行きたいなと思ってまして。そうなるよね、はい、そうなるよね、はい、秋葉原でちょっと、はい、遊戯王カードの方をちょっと指令したいなと思ってまして、遊戯王とかはやられます？いや、知らないなぁ。あ、うん、じゃあ僕が教えておきます。はい、カード、はい、ティーチングします。ティーチング、どっか行きたいとことかありますか？まあでも、盛り上がりたいな、こうか、あのカラオケとか、カラオケとかとない？カラオケ、あ、苦手？カラオケですか？うん、恋の姫姫ぺったんこ、それしかフルで覚えてなくて。そうなんだ。頭の容量が悪くて、頭の容量がちょっと8メガぐらいしかなくて。少ないね、全然ないね。そうなんですよ、僕頭の容量がなくて1曲しか覚えられないんですよ。はい、恋の姫姫ぺったんこ。全然何言ってるか分かんないけどね。なんだろう、合わないかもね、あんまり、あんまり私と合わないかも。リアシと、うん、そうそうそう、泣かなくていいから、あんたには多分別の人がいいよ。うん、あ、しょうがいいかなって思ってたんですけど。それだったらもう恋愛やめた方がいいわよ。うん、じゃあ私が帰るから。あ、うん、すいません、じゃあね、リアシ。初めて女子と喋ってしもうた。